らはレッドブルエアレースのですね、パドックハンガーの方に来ておりますが、今日はこちらの取材、まずはですね、日本のブレー選手ピットからですね、後ほどですねモーターステーション TV として、日本の皆さんにですねメッセージを、いただくというのがですね使命になってきておりますが、それ以外にも、各パドックを回って、午後にはですねレーストラックの方、場所が全然違うんですね。今ここ浦安なんですが、レーストラック自体は幕張の方にありますので、そちらの方に行ってレース取材をして、後ほどですね皆さんにレッドブルエアレースの模様をですねお送りしたいなと思っております。私の実はこれ私の友人がですね、こちらのレッドブルの機体の方でやっておりますが、来ましたね。どうもおはようございます。お久しぶりです。ちょうど今ね放送をちょっと撮ってたんですよね。どうもすぐるくんよろしくお願いします。ここで会えましたね。久しぶりです。今回ちょっと招待していただいてありがとうございます。はい、全然、ぜひですね、はい、モーターステーション TV ね、モーターものなんで、はいはい、あ、そうですよね。このエアレースもね取り上げたいと思ったんですが、こっちのチームなんですね。そうです、はい、そうですね。僕がジェットサーフの大会で、はい、一緒に戦ってる選手なんで。そう、なるほど。そうです、エアレースもやってるけどジェットサーフも。そうです、そうです。それで僕が知り合いで今日来てるって感じなんで。そうです、はい。すぐる君は以前ねジェットサーフの方でお世話になった、なんですが、今回はエアレースの方でなんとそのジェットサーフで一緒に戦ってる仲間がですね出ているということで、モーターステーション TV の今回招待していただきました。後ほどまたですね、これねお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれですよ、今テイストオブつくばのね、メインのテーマ曲をねすぐる君の方で、ありがとうございます。この間テイストオブつくばでねめっちゃ流してましたからね、はい、ありがとうございます。でも本人来なかった、ちょっと行けなかったんですけど、はい、はい、今日はねよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。歌も歌ってます。よろしくお願いします。サラリーマン川柳、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということでモーターステーション初のですねレッドブルエアレースの取材にやってまいりました。エアレースはですね私もですねあんまり詳しくはないんですけどね、こういった形で、まず、まあ、飛行機の速さを競う競技、まあ、テクニックもありますからね、横のパイロンをですねいかにしてですねうまくくぐって、タイムを競い合っていくかってやっております。今日5月26日で、まあ、予選をやっているんですが、この後予選かな、明日決勝がですね行われますよね。今のところ、日本のですね室谷選手が、2年前にですね初めてこの千葉で優勝して、そして昨年はチャンピオンを取ったわけですよね。それに対して、まあ、海外の選手がですねどうやって戦っていくかっていうところをですね私はですね、今日室谷選手と、海外のですねマーティン・ショルカ選手に、インタビューしてですね、まあ、どんな感じでこの2人が戦ってくるのかをですね、ちょっと見て取材をですねしていました。取材自体はまあ今日だけになってしまうんですが、結果はですねまた後ほどお送りいたします。もしですねこのレッドブルエアレース興味がある人はですねまだですね当日来ることもできると思います。奥の方にあるのが観客席で、まあ、観客席2つあるんでね、海沿いでちょっと見ることができるんですが、どうやってチケットを買うかはですねレッドブルエアレース rbar.jp というホームページにですね、まあ、チケット購入っていうのがあるのでぜひそちらですね購入していただければ、場所は駅でいうと海浜幕張ですね、こちらの駅降りて、すぐにですね、海沿いに来ていただければ、まあ、見ることができる、チケットを購入することができるということで、明日5月27日最終決戦、日本ラウンドがですね行われますのでぜひ、見ていくのもいいんじゃないですかね。ということで速報までお送りいたしました。